します。焼肉です。お肉がバラヒモとバラヒモとロースヒモです。レアで食べられるんで焼きすぎに注意されてください。レアで食べられる。レアで食べられます。片面焦げ目つけてもらって返して5秒ぐらいで大丈夫です。焼き野菜です。今日はですね、熊本に来てます。熊本のですね、籠町通りをですね、ずいっと行くんですよ。このファミマをですね、右折すると、これを多分右折だと思うんですよね。 あれじゃないの、なんとかセンタービル、下通りセンタービル、結構人いるね。この下通りセンタービルの3階だって聞いたんですよ。あ、これですよ、桜食堂。ここに今日は予約してます。入れますかね。エレベーターないのかな。あるじゃん。ですね、ここですよ。薄着の理由は2時間まで。支払いは現金でも。着きましたか。今テーブルをですね、用意してもらってます。ちょっと早く来すぎちゃいましたね。って感じですね。じゃあ入らせていただきます。いただきます。はい、失礼いたします。馬刺しの盛り合わせになります。こちらから上馬刺しというカッタロースの部分のお肉になります。白いのが新根刺しといって大動脈の刺身になります。丸まってるのが紐刺しといってあばらの間の肉になります。後ろ側にあるのが深い子刺しといってバラ肉の一番薄い部分のお肉になります。小鉢がレバ刺しです。レバ刺しごま油とお塩で味付いてますので、そのままお召し上がりください。残りは醤油でお召し上がりください。ふたがりきてね。
これが一番うまいな。丸まってたんですね。紐刺しです。紐刺し、紐刺し、失礼します。焼肉用の塩だれです。メガハイボール。焼き台真ん中に置いてもよろしいですか。ありがとうございます。今の会社でたまになんかこう国内旅行行くんですか。何個かとか。これ美味しいじゃん、レバー。でも美味しい。失礼します。焼肉です。お肉がバラヒモと、バラヒモとロースヒモです。レアで食べられるんで焼きすぎに注意されてください。レアで食べられるの？レアで食べられます。片面焦げ目つけてもらって、返して5秒ぐらいで大丈夫です。焼き野菜です。バラヒモと何ですか？バラヒモと？バラヒモと？ロース。こちらホルモンです。ホルモンは両面焦げ目つくまで焼かれてください。じゃあ、何だってバラヒモとロースヒモ。バラヒモとロースヒモ。これラインがあるわけです。これライン乗っかってるんで。じゃあ2枚つく。絶対焼きなんで。だから僕はそこまで東郷さんに帰ろうと思って。なんか5秒今富山さんっていうのは2、3、4、5、もういいんじゃない。それで裏も焼いた方がいいんだよね。はい、水分ができたら返して。もう食べられて大丈夫。もうお肉大丈夫。あの子も外れたの。これは味で東郷さんの感じとか名古屋でブロッコ山上だからもう次崩れてる焼きなので今もう買ってやる。どれも美味しい。これ美味しいね。情報は乗り上げて、こっち行ってみます。1、5秒。もともと北海道で一番大きな営業マンでやめて、ダメですけど、結構食べ方で行けたんですよ。いや、多いですよね。生で食える。全長のもち棒っていうのがあるんですけど、まあ、生で買ったらうちが全部持ってくんで、あれですけど。焦がしニンニクです。好みで焼いたお肉に乗せて食べられてください。全長のもち棒を、いや、十分引っ張れるから美味しい。美味しい。美味しい。俺牛よりこっちの方がいいっすね。なんか味が今回逆の頭の機械でこうしましたけどね。まあ、だってないんだ。名前こっちだけど。あれ、名前だった。もういいんじゃない。もう結構焦げてる。これはじゃこのまま食べられるんだ。なんだなんとかの、あ、ホルモン、山のホルモン。失礼します。こちらで焼きの肉最後になります。パエゴとカルビです。これはこれで美味しいね。パエゴ行ってみようか。最後最後で5秒、5秒気になる。揚げホタテ、ホタテを入れたらいいです。ゴールデンウィークずっとホタテ飲んでるんですけど、
最高でしたね。の馬勢の馬勢感がすごくいいですね。これなんすかね、これシンガーバーだ。乗ってますね皆さん。